ただいまよりワシントン発新産業整形レポートを始めさせていただきます。私は司会のヘレンです。お話は新産業整形レポートの小野滝編集長と日本維新の会放送政治連盟聴導員大学総裁にお願いいたします。それでは滝編集長よりお話をお願いいたします。皆様こんばんは、編集長の小野滝です。今日はですね、ミャンマーは再び利権の争奪戦にというお話をさせていただきたいと思います。アウサンスーチーさんが、2013年4月13日から19日にかけて外務省の招聘を受けて日本を訪問したことは皆様よく知られていることだと思うのですが、現在ミャンマーが利権の争奪戦になっているということをリポートしたいと思います。アジア最後の未開拓地として最近注目を浴びているミャンマーのインフラ整備をめぐって憂慮すべきバブル現象が今起きています。昨年10月11日に東京でミャンマー支援に関する国際会議が開かれました。世界銀行など国際機関や日米など31カ国余り、中国は不参加が参加しました。この会議などを通じミャンマーへの各国への支援が足並みが揃った形となりました。日本はミャンマーに対し電力など立ち遅れているインフラ整備で最大限協力することを約束。2400億円の ODA による無償資金供与と30億ドルの債権放棄などを取り決め、さらに麻生副総理が500億円の円借款供与を表明。西側諸国では突出した支援規模となっています。これほど大きな支援金額をつぎ込むことで日本はミャンマーのインフラ整備で主導権を握ろうと今しています。ここに来て開発をめぐってさまざまなトラブルが現在続出しています。日本とミャンマーとの間で経済支援によるインフラ整備の象徴的なプロジェクトとなっているのが最大都市ヤンゴンから南へ車で1時間の距離にあるティワラ経済特区です。昨年4月にティン・セイン大統領が来日した際に日本政府はティワラ開発のマスタープラン策定に協力する覚書を交わしました。広さは2400ヘクタールもある広さで、この第一フェーズとして北半分を開発しようとしているのが今の構想です。すべての完成が行われば約人口30万人の都市が誕生すると言われており、ここで工場が進出した場合は税制優遇措置などの特区の恩恵が受けられる予定です。工業団地や商業施設が建設され海に面しているため、現在の港湾施設も拡張できれば日本の横浜港のようなミャンマー最大規模の輸出基地拠点になる可能性もあります。日本とミャンマーの政府はティワラ経済特区の開発を促進するためミャンマー側が 51%、 日本が 49% 出資した開発の母体となる会社を設立することになっていますが、未だ設立のめどに立っておりません。当初計画では今年の1月にはできる予定でしたが、3月になってもミャンマー側の出資が集まらないようで、6月以降はまでずれ込む見通しです。今月6月以降までずれ込んでおります。日本側の関係者は現在対応に苦慮しており、米国がミャンマー企業の経済制裁を解除していないため、これらの企業によるティワラ開発会社への出資ができないことがそのネックとなっています。5月下旬には安倍総理がミャンマーを訪問し、その時までにインフラ整備に関するトラブル解決のめどは立ちそうもありません。一昨年あたりから日本の企業もミャンマーに対し熱い視線を送るようになり、ミッション派遣が相次いでいます。労働賃金が安いことから、事業員の賃金上昇が目立っている中国からのシフトを検討する狙いもあります。現在日本から進出しているのは縫製メーカーの一部程度としか進出していませんが、農産加工をはじめ労働集約的な生産拠点として有望とみられています。だが電力水道など工場操業に必要な基本的なインフラがまだできていないところが大半で、停電も頻発しており、すべてがこれからというようなのが現状です。このため開発されようとしている工業団地の予定地などをミッションに参加したメンバーが見学して帰るものの、今の段階では投資に踏み切れないという日本企業が多いのです。その中で中国、韓国の企業が最近ミャンマーでの利権を獲得しようとインフラ環境が整備されていなくても積極的に進出しようとして、
彼らは日本企業のようにインフラ整備を待たずに独自にどんどん進出しようとしています。日本のように官頼みのところではない、こうした中国韓国と比較した日本側の姿勢について、ミャンマーの関係者は日本の商談性対応は NATO Not Action Talk Only というだけで実行は伴わないと批判しております。このままでは中韓に先を越されかねません。そのミャンマーに対する投資額では、中国は官民で140億ドル超の投資を行うことを約束、最大の支援国であり続けてきました。外国からの投資総額の7割近くを占めており、日本企業の投資総額は1988年から2011年までわずか2億1200万ドルに過ぎません。ミャンマー政府が中国一辺倒の姿勢を変更しようとして現在日本に接近している中で、日本がミャンマーへ経済支援が大幅に遅れるようなことになれば、日本は信頼に足らないとして信頼関係にひびが入りかねません。日本とミャンマーとの外交関係は、日本は太平洋戦争にミャンマーを占領したにもかかわらず、戦後は両国は大変友好関係が続いてきました。東南アジアの国としては初めて日本と平和条約と賠償経済協力協定を締結、軍事政権になってからも歴史問題などで日本を批判することはありませんでした。こうした良好な外交関係のことをベースに、日本はアメリカが経済制裁を解除した後の経済開発の中心メンバーになろうとしていました。その橋渡し役をしたのが中曽根元総理の側近で、元郵政大臣をしていた渡辺秀雄氏です。渡辺秀雄氏は現在日本ミャンマー協会の会長で、ティン・セイン大統領とは軍事政権の時からの間柄です。渡辺氏の果たしてきた役割は大きかった。だが、これまでのミャンマー経済の開発を軌道に乗せるためには、民間企業にとってはリスクが非常に大きいため、オールジャパンでの支援体制ができない限りにはなかなか進みません。ミャンマー政府は1月31日に外国企業に進出にとって懸念となっていた外資法の施行の、細かい法律を明らかにしました。その材目は外資の形態について 100% 合弁の双方を認め、合弁の場合の外資比率は 30-80% と定めました。昨年11月に成立した新たな外資法に明記されなかった最低資本金は、製造業が50万ドル、サービス業などは30万ドル、鉱物資源開発は1000万ドルとしています。この施行により外国からの投資を現在促進しようとしています。その項目がまだ大変不透明な部分が多く、日本企業もどこまで信用していいか二の足を踏んでいるというのが実態のようです。ミャンマーでは都市部でも未だに停電が頻発し、進出した外国企業の生産に支障が起きています。一方で外国から急に資金が入ってきていることや、ミャンマーでのビジネスを目論んでミャンマーモーデが現在加熱しています。物価が大幅に上がっている、特に目立つのは外国人用のホテルなどのレートが大変高騰していることで、多くの外国ミッションなどの来訪により圧倒的に外国人向けの部屋数が不足しており、今ニューヨークより高いレートになっているというほどです。そうした中で経済開発が進めば進むほど貨物など流通量が大きく伸びることを見込んで、日本通運をはじめロジスティック関連の流通業者が先行投資をし始めています。日通はミャンマーは今後港湾空港道路等のインフラ整備がさらに進めば、中国インド ASEAN という3つの経済圏における物流の結節線になることも期待されるとして、昨年7月にヤンゴンに連絡事務所を設置しました。日通にしては手早い経営判断をしました。流通業者が狙っているのは、バンコクで生産したニット生地を人件費の安いヤンゴンに運んで縫製し、ヤンゴンから日本に輸出するといったバンコクとヤンゴン間の陸上輸送を使った輸送ルートです。2013年にゼトロがこのルートを試験的に使って輸送時間とコストを測る調査をしました。また問題点がまだまだ残されていますが、ルートがコスト的に使えるようとなれば、バンコクとヤンゴン、この2大都市が有機的につなぐことができ、タイとミャンマーが繊維、農業、加工などの分野で連携が深まり、今後日本の大手商社などの参入が見込めるチャンスが広がってきそうです。輸送量が増えてくればストックになるための倉庫が必要となり、倉庫業者もミャンマーには期待できるとして開発を当て込んでいます。
インフラ整備はすべてこれからという状況の中ですが、いかにリスクを取りながら進出を決断するか、現在日本企業の思い切りの良い判断が求められています。コンビニではローソンが東南アジア諸国に出店を増やす中で、ミャンマーに新たに出店する法人を現在表明しています。以上です。総裁、何かミャンマーのこの急速な争奪戦に関してはどんなご意見が、はい、ミャンマーのですね、はい、政府援助、開発援助を行う前に、過去の ODA による残高が、3000億円ぐらい焦げ付いた状態になっているわけです。このいわゆる一旦軍事政権時代にデフォルトになって借りっぱなしで返さない金というもの、これは債権放棄するということをですね、日本政府が決めて新たな援助金が出るわけです。だから金は出してきた累積債務を日本政府は放棄しなきゃいけない。放棄してこれゼロにしてから新たな経済協力ができる、うん、でこの放棄をですね、これはまあ一切この審議しないっていうのはね、これは日本政府としては実に財務処理をなおざりにしてると私は言いたい。きちっとなぜ放棄しなきゃいけないか、その理由をやはりこの国会においてきちっと説明しなきゃいけない。これは天津大統領の民主化だ、アウン・サン・スー・チーのいわゆる民主化だと、これは当然ミャンマーの将来については今までと違うという政治方向が生まれてきたことは事実なんだけど、これをまあ過去の債務をきちっと日本政府がですね、国民に説明してそして放棄しますと、これはで、これは国会できちっとやったかどうか、あまり発表されてないんですよ。はい、今年ですね、4月13日から19日まで皆様ご記憶に新しい通り、アウサンスーチーさんが、はい、日本に来日しました。でこれはですね、外務省が彼女を招聘したんですが、はい、これの狙いがまあ何だったかというところでですね、今総裁おっしゃったように、日本政府がミャンマーに対する考え方や支援の在り方を理解するしていただくということが多分、一番だったのではないかと、思っています。それから日本政府は昨年以来、同国が持つ先ほどおっしゃった延滞債務の解消支援、約ですね500億円を超える援助を打ち出すなど、積極的に今ミャンマーの政策を後押ししているんですね。でただアウサン・スー・チーがそうした日本政府の動きをどのように理解して、どのように、まあ、現地ミャンマーでおいてですね、アクションを起こしているかというところに関しては、まだ今一つわからないというところが、やはりこの進出、日本企業を含めですね、足踏みしているところではないのかなと。少なくとも、まあ、外交日程を見る限り、欧米への訪問を優先して彼女は日本訪問をやってきました。で、まあ、現在、まあ、ミャンマーはご存知のように欧米の制裁を解除することが最優先の外交課題でですね、でまあ、スチーさん自身も1988年から3度の自宅軟禁措置を受けている中で、まあ、その一方で政権の援助を続けてきた日本政府に対して、こう、まあ、そういう良好な関係を持っているんですけれども、まあ、アウサン・スーチーさんが必ずしもそうですね、今回こういう今後日本と我が国とのその関係、それから今後のミャンマーがどういうふうに開かれた国際社会の中でなっていくかということは大きな課題だと思います。でまだアメリカと EU は日本とは対照的に軍事政権、軍政の正当性をはっきりと否定している中で、
まあ、その様々な制裁を科してきているということもあって、日本政府の立場がまあ大変難しいことも事実なんですけど、しかしながらこの圧政を敷く軍事政権が長く続くことを日本政府が望んでいるわけでもないですし、まあ、同じ東南アジアの一つの国の中でですね、まあ、どのようなパートナー関係が結べるかというところが一つ課題なのではないかと思っています。はい、総裁いかがでしょうか。まあ、これはね、今の債務放棄というものについては日本国内におけるコンセンサスが取れてないということを私はね言わなきゃならんと。でこういうものをやっぱ今後他の国においてもデフォルトになって、不良債権化したものをこれはまあきちっと処理するためには国会内でその審議をやってもらわなきゃ、それを適当に、いや、アウサンスージー来たから前の溜まってる借金はもう いりませんと、政治家が政治判断したというだけでね済ますものではない。これは非常にその国民の血税が ODA という形で全世界にばらまかれ、この ODA が全く効果上がってないというのはまた私は事実だと思うんです。無駄な ODA が出される、外国からは喜んで日本を支持してくれるということと ODA とは結びつかない、勝者のための一部利権政治家のためので ODA でずっとやってきたわけ。儲けたのは日本公営パシフィックコンサルタント伊藤忠丸目に三菱商事、そういう住友商事を含めてですね大手商社と、ね、これ外務省と JICA とこういうものがつるんで全く効果のない ODA をやってきた。ミャンマーが全てそれだとは言わないけれど、それが焦げついてる、返さないわけですから。その裏にはですね、ミャンマーという国は軍事政権だからいいんだというもんじゃない、軍事政権をコントロールしているのは中国なんです。これ全て中国の絶対的な影響下の下での軍事政権なんです。それが今天津が軍人からビアルマ大統領になり、はい、そして今まで軟禁されたアウン・サン・スー・チーが復活したと、議会にも戻ってきたということで民主化がこれから本格的になると、ここに今世界の注目が来てる。確かにアウン・サン・スー・チーの任期は、まあ、プーチン大統領、アウン・サン・スー・チー、パク・クネと、まあ、ノーベル平和賞も取ってぐらいですもんね。ノーベル平和賞、まあ、大変なものであってですね、はいはいはい、民主的リーダーであることはこれはもう明らかな。だからただそれだけで借金は結構ですというのは、ね、あまりにも軽率すぎるということで、軍事政権がまだ完全なるその中国支配下の下で続いているわけです、今現在。そうですね。で全ての経済プロジェクトは中国資本でだいたい 80% は握られている。鉱物資源も中国が握っている。そうですね。パイプラインも中国が全部からやっている、はいはい、だからそれは中国のための経済開発に日本がまだ日本のこの苦しい1000兆も借金をしているこの国が気前よく、はい、500億だ1000億だと出すべきものかどうかというものも慎重に考えなければならない。そのムードで流れてホイホイついていく軽率さはこれは、まあ、日本の政治家はよくもう平気で当たり前のごとく通していくんだけれど、これは私は慎重にやるべきだと。中国がどういうものを握っているか、中国の支配下でどういう政治が行われるか、経済開発の中の中国の不足分を補うための日本の経済協力であったんではですね、中国を利するだけであってミャンマーの国民に日本のお金が有効に使われるかどうかはまだ疑わしめがある。
中国支配下であるミャンマーに対してはですね、もう少し慎重に、スタディをすべきだろうと思います。実質やっぱり中国支配下であるというのは、まあ、国際社会の中で公然の事実というか中でですね、まあ、2012年12月11月にはオバマ大統領も現職大統領として初めてミャンマーを訪問したりですね、安倍総理もですね、今年4月に、スーチーさんが来日した時にですね、このように語っているんですけれども、まあ、すみません、安倍総理はですね、4月19日に、会談の中で、大変困難な状況の中で、スーチー議長のリーダーシップによってミャンマーの民主化を大きく前進させてこられたことに対して、敬意を日本も表したいと思いますと述べたと言っています。まあ、今後のそうした、まあ、リーダーシップに期待してこういった中国からの支配、国際社会の中でミャンマーがより開かれた国、国際化になることを、また日本といいパートナーの国になれるようにというのを我々も期待したいですね。はい、以上で今日のワシントン新産業政経レポート終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。